え、雪かきしてる男ってかっこいい？いや、かっこいいんじゃないですか。力仕事だし。あ、そうなんや。男らしさ満載ですよね。それやるわ。あれ、全然、うん、全然全然大丈夫ですか、うん、全然やるやる、うん、いいのに。ありがとうございます。かっこいいですね。ほら、ほらペース早いんで、すぐ終わるぞ。あ、え、すごい。 え、すごい。これ、プール？え、すごい。ちょっと待って。ちょっと待って。マジやん。え、これさ、ジャグジー、ちょ、うわ、待って。これ夜さ、これやばいんじゃないですか。夜ライトアップ2人はもう映画やで。やばいよ、もう。本当にすごい。真ん中で夜抱き合って。真ん中で抱き合って。ライトアップされて。その、俺間違って、その雰囲気良すぎてキスしてもらったほんまにごめん。それ本当にダメですよ。大丈夫。多分流せないですよ。本当にキスしてしまった時はごめんなさい、本当に。ごめんなさいって、絶対流せない。すごい、でも本当に。すごいな。すごいですね。あそこほら、ジャグジーも。あ、待てよ。恋人を邪魔しに来やがったな。おい、ラシン。ちょっと待った。恋人を邪魔しに来た。おい、何してんの。梅ちゃんは俺のことだ。俺の方。おお、すげえ。やば。うわ。しかもなんかまだ愛ちゃんの写真あるし。なんで？梅ちゃんって梅ちゃんやん、絶対これ。梅ちゃん。なんで？待って。え？ライバルやん。愛ちゃんと。ちょっと待って。え？梅ちゃんと。何この部屋、え、一番いいよ。やばマジ。え、どっちのものなの。やばかわいい。まだやってるみたい。ありがたい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、何これ、この部屋何。ちょっと待って、待って、気になって、なんで気持ち悪い、なんで、ちょっと待って、ちょっと待って、これちょっと待って、かわいい、かわいい。なにこれ、なんで、ね、なんで、やばい、ちょっと待って、これ、これ持ち帰ってもいいですか。これ、めっちゃ可愛いですわ。めっちゃギャルやん、アイちゃん。待って、やばい部屋や、うわーやったー。え、なんでその、全然喜んでる。いや、いい、すごい、すごい、だから、テンション高すぎて、ちょっと、すごい、ちょっと、え、嬉しい、嬉しい、嬉しい、あそこで寝たい。あそこでね。え、言わす、かわいいかわいいかわいい。あれ、こういうとこあるから。俺をかましてからこう行きよる。あれ、上から見てるからね。ないないない、ほんとにね。そうよね。俺、アホみたいになんかこんなして。こんなんならないでしょ。梅ちゃんが、梅ちゃんが、また梅ちゃんが来て、もう一回来て。梅ちゃんがやりました。またやるの、見てくれ。もう、そう、やばいと思う、これは。待って待って、怖い。これは怖い。あっちも愛ちゃんいる。あっちも顔面とかにもいるし。ねえ、待って。じゃあ梅田さん。梅ちゃん。ちゃうちゃうちゃう。それはほんまにで、ちゃう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 。梅ちゃん来んの早かったもんな。せこい。せこいってこっち。うん。あの、すんごい綺麗なビーチ発見したからさ、普通に行こうと思って。すんごい綺麗なプライベートビーチがあるから行こうと思ってね。うん、でももう飯やから、また明日、明日誘うわ、デート。うん、全然全然、うん、ゆっくり休んで、本当に。うん、なんか、え、声も可愛いな。本当に疲れてるのにごめんやで、申し訳ない。うん、ゆっくり休んで、本当に。うん、ほなほな、はーい、全然全然全然、うん、はーい、ほな、また後で、うん、好きです、はーい、かわいい。明日デートの予約したんで、はい、明日デートの予約、うわ、明日デートで楽しみ、明日デートで楽しみ。
まあ、移動とかもあったり、まあ、フィジカルしてからのビーチでビーチサッカーをして砂浜ダッシュもしてるので結構1日目から疲労溜まってきてると思うんです。1個だけふざける、塩辛くして、でも表向きはハート型でいきます。アゲンスト決めといた方がいいのかな、こういうのは。梅ちゃんさんでハートだからえって言ってどういう表情をしてくださるのか。完成しました、ハート型の塩辛いおにぎりでございます。マジ一口食べてやめてもらおう。うまっ。あ、味も愛情こもってるってこと？はい、ちょっと愛情こもってるんで。いただきます、はい、ハートやって。これハートのおにぎり食うの初めてかもしれない。でも初めて握りましたもん。初めて同士やね。いただきます。めちゃめちゃうまいで。待って、普通にめちゃめちゃうまいで。あれ、もうちょっと中の方出して食べてもらっていいですか。思いっきり大丈夫かな。あ、ほらちょっと今めちゃめちゃうまいで。嘘。え、待っておかしい。なになに、めちゃめちゃうまいで。塩おにぎり、塩おにぎり、はい、塩おにぎりなんですけど、めちゃめちゃ塩入れてみて。めっちゃうまいんやけど、ごめんなさい。愛が上回った。違う、えぐい。なんて、なんて、ほんと、また塩辛。そうです塩辛。そうマジ塩辛。そう、ほんとに塩で握ってるのほとんど。後塩やん。後塩やん。はい、昨日ですね、愛ちゃんをデートに誘おうと思ったんですけども、なんといないという事件が発生して、今回2日目、今度こそだと思って一旦ちょっと愛ちゃんの家前でちょっと呼びます。で、やっぱこう日頃の感謝とか、やっぱりこう思いとかをね伝えていきたいなと思ってます。どうやらここが姫の家みたいなんで、昨日ね失敗したんで、ちょっと姫の家に。姫？姫？姫？姫どう？元気？元気です。ここは姫の家ですって。ちょっと待って、姫、ちょ、どう？今ちょっと空いてる？はい、大丈夫です。ちょっと一瞬、俺キャンピングカー持ってきてんねん、今日何分かちょっと一緒喋りたいなと思って。はい、うん、はい、ちょっと一回、キャンピングカー、自前のやつやねんけど。大阪から取れって。出発で。まあ、お願いします。そうそう、リフレッシュやから。リフレッシュ、うん、え、めっちゃいい。やっぱ涼しい。めちゃくちゃ頑張ってるから、愛ちゃん。いやいやいや、もう選手の方大変ですよ。そう、だから全部の合宿中、愛ちゃんがもう終わり、ほんまにもう死にそうな顔してるの。いや、違う、これはリフレッシュが必要だなっていう。違うんですよ、ほんとに。で、今日ちょっとプライベートビーチありますから。プライベートビーチあるんですか、はい、ここ。そこ行きますんで。おー、楽しみ、はい。ぜひぜひそこでリフレッシュを。リフレッシュはありがとうございます。本当面白い、うん、何プライベートビーチって。あ、デートってこういうことやから。あ、確かに。ここ本当に綺麗から。え、すごい、待って、うん、え、めっちゃ綺麗。そうよ。うわ、すごい。ほら、え、沖縄の海だ。写真で見る沖縄の海っていうことでさ。これ何なの、本当に。っていうことでさ、はい、明日、はい、ちょっと家行っていい？家、うん、家部屋、部屋、部屋一回行っていい？あ、全然見に来てもいいですよ。はい、一人部屋なので私。一回だから、はい、一回部屋行かさせてもらってもいい？その、全然、うん、全然。あ、いいんや。全然、うん、いいですよ、別に。片付けるもん片付けといてな。あ、そんな別に。うん、全然、はい、何もないんで。全然俺は大丈夫やから、あいつはこっち取って。全然、うん、俺は全然大丈夫だ。いや全然大丈夫だから。よろしくお願いします。
しくお願いします。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。メジャーです。よろしくお願いします。綺麗、すごい綺麗な方。すごい綺麗な方。アイちゃんとは比べないでください。マネージャーないです。よろしくお願いします。会いたくて、で、タクヤとショウちゃんが加入して私初めてミナーズっていうのを知ったんですけど、マネージャーとしてなんだろう、すごいベタかもしれないんですけど、心がけてることとかあったら教えてもらいたいなと思って。すごいみんな仲いいのも動画見てて伝わってはくるんですけど、なんかもう選手の顔を見て今何考えてるのかなっていうのを察するようにしてます。だから何か探してる感じだったら、何探してますかって聞いて一緒に探したりとか。ちょっと、ちょっと待って、何これ、真面目な話。本当に可愛いです。ねえ、何ですかこれ。ちょっと本当に綺麗です。あ、やばい、どうしようこれ、何これ。俺さ、これ本当俺悪いやつになりますやん。テントったらキスしていいですか。メジャーさんがですか。はい、テントったらですか。はい、考えときます。しゃあ、かわいい。最低最低最低、もう応援しない。嘘や、嘘や、嘘や。嘘ですか、嘘ですか。俺なんなんこれ。ございます。お手柔らかにお願いします。可愛くないです。あと悔しいなっていうのがもう一個ありまして、あの点決めてたらキスやったんですよ。そう、ほんまのキスやったのに日本外してもうたっす。ほんでここのスタッフの皆さん、あの僕の部屋歩夢と一緒にして、ベッドの周り愛ちゃんの写真だらけやから。で、俺そこで歩むと寝たから。バチバチやな。バチバチよ。かけるくんがもう寄ってこへんかったよ。まずは4日間本当にお疲れ様でした。はい。私自身ももっと頑張るので、頼っていただければもう何でもするので、はい、頑張りたいと思うので、今後ともよろしくお願いします。はい、今後ともよろしくお願いします。4日間本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。